あ、ご用意はできましたか？はい、それではこちらの座椅子に座っていただけますか？背もたれの角度を調節して、旦那様が一番リラックスできる体勢になってくださいね。耳かきの時間はとても長いです。耳の目や保湿マッサージも含めると長時間にもなってしまいます。もちろん途中で休憩は挟みますが、それでも長いことには変わりません。どうか入念に一番力を抜ける体勢を見つけてください。その角度で大丈夫ですか？耳かきされる用意ができましたか？はい、それではいよいよ旦那様へのご奉仕を始めさせていただきますね。まず最初に旦那様のお耳の中を拝見して、どれだけ汚れているのかを確認しながら吐息の方を送らせていただきますね。優しい息、激しい息、そしてあったかい息。旦那様の頭の中を直接くすぐるようにたくさんフーフーさせていただきます。くすぐったいかもしれませんけど、あんまり動かないでくださいね。大丈夫大丈夫、くすぐったいのは気持ちいい証拠ですから。それではどれどれ、ほう、うむうむ、旦那様の耳結構汚れていますね。入り口から奥まで汚れがこっちも同じ。耳掃除をするのは久しぶりなんでしょうか。それとも今日のご奉仕を楽しみにしてわざとしてこなかったとか。はあ、なるほど。だからこんなに。別にそれでもいいんですよ。私たちのために我慢したってことですよね。これは思ってたより時間がかかるかも。早く終わらせたかったんだけど仕方ない。じーっくりお掃除するしかないだね。それならまずはお耳フーフーしちゃいますね。いいですか、始めちゃいますよ。うん、こうして、you
もう少しオーバーしないといけませんね。奥の方に溜まってるみたいなので、だからこうして思いっきり。Thank you.
さ言ってるの、わかりますか？本当に、たくさん汚れていますね。細かいやつ、固まっているやつ、全部取り除くとしたら、結構時間かかっちゃいそうですね。気持ちよくても、そのままおとなしくお待ちくださいね、旦那様。してた気持ちはわかりますけど、もう少し自分でも掃除しないとダメですよ。そうそう、くーちゃんの言う通り、やっぱり女の子って清潔な男性の方が好みですから、お耳もちゃんときれいにしてた方がいいですよ。まあ私たちの仕事のためにわざとサボってたっていうのも、それはそれで嬉しいですけどね。
ちはもう少しで終わりそうかな。大きいのはだいたい取れたかも。こっちも同じ。あとはこの辺を軽くコリコリってすれば。はい、おしまい。じゃあ最後に、そこそっと取れてきます。だね。だから時間をかけてゆっくりお掃除しないと。ほら、こうして、恥ずかしい。
ですか。今お耳の奥をカリカリしたらピクンって震えちゃいましたよね。私の目はごまかせませんよ。やっぱり奥が性感帯なんですね。汚れも溜まって余計敏感になってるのかもしれませんね。なるほど。ここが旦那様の弱点と。それならもっとこすってあげますね。こうやって。ほら。ほら。ほら。一緒にしようと。わざとゆっくりお掃除しよう。そうすれば旦那様の敏感なところ時間をかけてわざとこすってあげられるし。それ賛成。力加減もわざと弱くしてこすってるのか撫でてるのか、それともくすぐってるのか、それもわからないくらいの感触でお掃除しますね。たくさんゾクゾクしてくださいね。その感触を味わえば味わうほど旦那様の顔が恥ずかしいものに変わっていくんですから。ほら、こしこし。
Thank you.
続きをしますね。うん、奥までしっかり見える。旦那様のお耳、順調に綺麗になってますよ。もうちょっとで完璧になるんで、あと少しだけじっとしててくださいね。じゃない。私はただ、私の手で誰かを恍惚とさせるのが好きなだけ。ごまかさなくていいって。だって、私も同じだし。ほら、旦那様。本当の幸せまで。もう少しですよ。我慢しないで、もっと情けなくなってください。だらーんとしちゃってください。目と口を半開きにさせて、意識を半分宙に浮かせるようにして、頭の中空腹で満たしてください。ほら、you
りだけど、くーちゃんどうする？もう少し続けちゃう？続ける。こっちも調子出てきたし、旦那さんもいい顔してるし、だから肌を刺激しないちょうどいい力加減で頭の中をこすってく。だよね。じゃあもうちょっと続けちゃいますね。今からお耳のお掃除じゃなくて、ただのご奉仕をさせてもらいますね。ほら、腰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 。お耳の奥のゾクゾクするポイントだけをシュッコ、シュッコ、カリカリ。普段は傷つけてはいけないので、あまり長い時間はできません。ですから集中して感じてください。全身の神経をお耳に集中させて、この感触を心から味わってください。してくれると私も嬉しいので、お願いしますね。終了です。お疲れ様でした。どうですか、私たちのご奉仕満足していただけましたか？とってもいい顔でしたよ、旦那様。お店に入った時のキリッとした顔ではなく、眠っている赤ん坊のような素晴らしく甘えん坊の表情でした。どうです、こうして終わった後でも気持ちいい感触がお耳の中に残ってるんじゃないですか？そうで、じゃあそれが薄れないうちに次のご奉仕に入りましょうか。耳かきの後は中に残った細かい汚れを取り除かないといけませんからね。というわけで次はこれを使います。
綿棒です。しかもただの綿棒ではありません。いわゆるウェット綿棒です。これを旦那様のお耳に突っ込ませていただきます。ぬっちゃぬっちゃしてて、さっき以上にゾクゾクするかもしれませんよ。旦那様の顔をもっとダメになっちゃうかもしれませんね。でもそういう顔になる時が人間一番幸せになれるんです。なのでもっとダメ人間になってくださいね、旦那様。どうですか？私の膝、硬くありませんか？首とか苦しかったりしませんか？だったらよかったです。それで小読み、ここで働いてから耳かきをやったのはだいたい何回くらいになるの？10回はやってないかな。7回か8回くらい。一応そこそこ慣れてきたつもりだけど。そう、ならいいわ。じゃあその慣れてきた手つき、じっくり観察させてもらうから。そういう言い方ってずるいよ。緊張しちゃうじゃん。とりあえず耳かきを始めていきますね。まず最初にお耳の中をふうふうとして汚れを取りやすくしていきますね。すぐったいと思いますけど、あまり動かないでください。いきますよ。
夫婦しますからね。それではお手並み拝見ね。サービスいっぱいでお客様のことを気持ちよくしてあげてね。もちろん。では行きますよ。まずはお耳の入り口からこうして、手つきを見た感じ、しっかりとマニュアル通りできているみたいね。当たり前だよ。だってあれを覚えてからじゃないと仕事はさせられないって言ったのお姉ちゃんでしょ。少なくとも手順の方は完璧なんだから。まあ、じゃあ入り口の周りとこうやってくぼんでるところもしっかりとお掃除していくと。力加減は優しく、あまり強くこすらないように注意しながら、はい、小刻みに
傷つけないように力加減は軽く、擦る速さもゆっくりとでしょ。あともう一つ、敏感ってことはそれだけ気持ちよくなる場所ってことだから、お客様の反応を見ながらしっかりと気持ちよくしてあげること。それもわかってます。では、お耳の中をカリカリしていきますね。結構汚れてますね。もしかしてお客様、お耳を掃除するのって久しぶりな感じでしょうか。でしたら、一回お掃除してあげますね。
でしょ？お耳をくすぐったくさせるのも、ちょうどいい感じでこするの。もう、お手のものなんだから。しませんか？お耳の汚れが溜まってるところでしょ？汚れを取りながらお客様の心をこうして気持ちよくしてあげる。このまま僕の進んでいきますね。ゆっくり、ゆっくり、お尻を探り、わかってると思うけど、奥に引き付けるってこと、やり方に気をつけなきゃダメだからね。見てるって、肌も柔らかくなっていくこと傷つけないよ、あとこの辺かなり溜まってるみたいですね。耳かき棒から感触が伝わってきました。それではこの汚れ
がまだ出てきますね。小さいのから大きいのまで、僕がこっそりと、もう少しで終わりますから、そのまま出てくださいね。一番奥をゴシゴシしたら終わりますから。あと少しだからって焦っちゃダメだからね。こういう時こそゆっくり慎重にやるのがポイントよ。できているみたいね。ふん、だから言ったでしょ。もうマニュアルに書いてることは全部マスターしてるの。はいはい、まだ安心しない。耳かきの最後はどうするんだっけ。うん、最後はふふして細かい汚れを飛ばすこと。というわけで、お客様、少しだけ失礼しますね。
かきは以上で終わりとなります。どうでしたか？気持ちよかったですか？思ってた以上によくできてるって感じかしら。まあ細かいところで指摘はあるけど、それは後で話すわ。指摘されるようなことしてないと思うんだけどな、どこだろう。手順は全部合ってたはずだし。はいはい、それはそれとして、あともう一つやることがあるでしょ。まずはそれをやっちゃいなさい。あと、そうだったそうだった。はい、それではこのままお耳の保湿に移ります。もうちょっとだけ膝枕の感触を楽しんでてくださいね。膝枕も久しぶりじゃな。娘がエミができてからこっち夫婦水入らずの時間もすっかりと減ってしもうたゆえの、娘ができるということがこれほどに大変で忙しいこととは思わなかった。そうしてのその何十倍も大きな大きな喜びと幸いに満ちたものとも、わらわはまったく知らなかった。だ。の。こうした甘さは、あの人だけしか、決して、味わえぬものゆえに、今はゆるりと甘え合おうぞ。力を抜いて心をほどいて。うむ、そうじゃ。そうしてわらわにすべてを委ねて、ゆるーくゆるーく一つに溶け合って参ろうぞ。では、じゃん。長旅から帰ってすぐゆえに、いささか汚れてしまっておるの。まずは、うむ、周りからきれいに整えようぞ。うん、まずはちり紙ってぞろりと参るぞ。力を抜いて瞳を閉じて、わらわにすべてを任せておくのじゃ。耳の後ろを丁寧に、形に沿って、ゆるりゆるりと、
そして次は、紙で挟み込み、強めにゴシゴシ、こうして何度も丹念に。こんなものかの、どれ？ああ、うむうむ、上出来じゃ。これ以上はお風呂に入って濡れてぬくいてじゃあの。ゆえ今は、お耳掃除をこのままゆるゆる進めてまいるぞ。コクンっていい子じゃのなんと素直でかわいい子じゃ。いい子。いい子、いい子、いい子、ではでは参るぞ。さすがに、お主の耳の穴は、エミのものよりずいぶん大きく、見やすい、が、最初は、ゆるりと、慎重に、
初めての時もこのくらいに、いや、もっとずっと慎重で来た。しもうたのは、お主が小さな頃のことじゃ。してしもうたかの？何せお主とわらわはどのような新しい経験も常に共に手を取り合って重ねてきたゆえ、私の両親以外の者が行う小さなお主の初めての耳かきを、ままごと遊びの中とはいえだ、単なるごっこと
分かっていても、お主よりさらに小さく幼い、ただのお隣の小娘に、アリシマアリスに奪われてしまったということを。覚えておったか。ごっこ遊びのその後で、すぐに帰って、手ぬぐいでゴシゴシと耳を洗って、ではない耳かきをこうする。本物の耳かき、はあ、時は、わらわも今より不器用で、お主の耳は耳の穴は本当に小さく狭くての、どうしてもお主の初めてが欲しくって、けれども万一万万が一にでもお主に怪我などさせたくなくって、私の耳を睨みつけ、まったく動くことができずに、決心をつけ、さらりとほんのわずかに耳かきの先端を差し込み、抜いて「じゃあのあれが
わらわとお主の初めての耳かきであった。あの頃と比べるとお主はこんなに大きくなったし、わらわもの、そのまま耳を見せてみよう。ん？右耳はこれで綺麗になったの。上出来じゃ。さて、ん？なんじゃ？どうした？何故さようにニヤニヤとした顔をしておる？ふむ、ふむ、ん？さっきの初めての耳かきの話か？あれがどうかしたのか？うん。うん。のなら、それはお主の取りようの問題じゃ。そのように妙なからかいを申すなら、もうわらわはこのままお主を置いて一人ぼっちで眠ってしまうぞ。ん？うむ、うむ、分かってくれればそれでよい。まあそれにわらわとてまじっかいしたくなったお主の気持ち分からぬではない。話していた時は耳かきのこともありすっかり夢中になってしまっておったが、我に帰れば、の？昔話は、やはり、どこか、照れくさく、こそばゆいような気持ちにも。いや、あれじゃ、冷静になって思い返せば、あの頃の遊びたい盛り、わんぱく盛りであったお主が、よくもまあ、わらわの耳かきに付き合って、何分も何十分も動かずに我慢を、と、まだ耳かきの途中であったの。
あれば。話の続きは、お主の左の耳の穴へと流そうぞ。そのままゴロリと転がって上にする耳を入れ替えるがよい。よいか？参るぞ。それゴローリ。ふむ。